にちは、写真家の湯浅です。今回はソニーさんからレンズを提供いただきましてのレビューになります。でおすすめのソニーレンズの組み合わせを、紹介するっていうことで、まず基本の1本としてオールマイティで定評がある標準ズームの FE24 から105mm F4GOSS ですね。でセットでおすすめしたいお気に入りの単焦点レンズっていうことで FE50mm F1.2GM を選ばさせていただきました。レンズはお借りしてますが、自由で率直なレビューをっていうことなんで忖度なしでレビューをしますね。まず FE24 から105mm ですねについて感じたことですが、こんな感じですね。で FE24 から 105mm の F4GOSS っていうのは大人気のレンズで、発売当初は私も購入考えてたんですけど、なかなか入手が難しくってですね、他社の24105も保有しててアダプターで使えるっていうこともあって、一旦見送っていたんですね。で今回使ってみて感じたことですが、純正レンズなんで、やはり AF 性能が素晴らしいですね。動画撮影中でも継続して瞳にピントが合い続けますね。見てみましょう。ジンバルなしで少し早足で寄っていってます。で瞳 AF を使ってますね。ピントは全く問題ないですね。素晴らしいです。こんな感じですね。ただ動物の場合ですけど、動画だと瞳にあまり合ってくれません。それはカメラの仕様通りなんで、このレンズでも同じですね。今後はこちらも改良をお願いしたいところですね。私は動物も結構撮るんです。24105の F4 としては小型軽量ですね。またズーム全域で F4 固定ってのも使いやすいです。で24105の画角っていうのは本当に使いやすくってですね、私も昔からよく使ってます。旅行に1本持っていくならこれ間違いないですね。一時期2470に変えてましたけど、やはり 105mm まであるのは魅力ですね。使ってみればすぐわかると思います。で広角側が 24mm っていうのも、28mm なんかと比べてその差はとても大きいんで非常に便利ですね。広角側の 4mm の差っていうのは大きいです。これだけ違います。で 24mm、28mm ですね、結構違います。でさらにこのレンズは OSS ですね。つまり手ブレ補正を搭載したレンズなんで、ボディ内手ブレ補正を搭載していないカメラで使ってもレンズの手ブレ補正がありますね。でボディ内手ブレ補正アイビスですねがあるカメラなら強調してさらに補正の効果が高まります。でさらに α7S3 なんかに搭載されているあのアクティブモードですねを使えばさらなる補正効果が発揮できますね。アクティブモードはちょっとクロップされますけどね。で AF と手ブレ補正の実写見てみましょう。今回ジンバルはもちろん使ってません。24mm の場合こんな感じですね。で 50mm の場合こんな感じですけど、で手ブレ補正ありの場合ですが、こんな感じでして、手ブレ補正なしとなるとこんな風になります。こんな感じですね。歩き方と持ち方を気をつければジンバルなしでも結構いけそうですね。でこのレンズ描写力も高くって、改造性能に加えてボケ味もいいんです。で基本的な性能が高いんでこれ1本でさまざまな場面で対応できますね。まさに1本だけ持っていくとしたらこれですね。そんな素晴らしいオールマイティな1本なんですけど、明るい単焦点レンズのような大きな柔らかいボケが欲しいという欲求も出てくると思います。で作例を見ていただければわかると思いますが、この24105の方でも、結構いいボケは得られます。特に 105mm F4 だと、かなり近くに寄れることもあってボケはかなりいいですよね。ここでもう1本、単焦点レンズを持つっていうことであれば、やはり明るいレンズほど違いははっきりして、別途持つ意味が出てくるでしょうね。ということで今回は 50mm F1.2GM を選ばさせていただきました。なんといってもソニーの G マスター初の F1.2 っていうことで、まだ新しいですし、最近まで入手困難だった
まあ、大人気のレンズですね。私もちょうど購入を検討してて、まあ、プロサポートでお借りするつもりだったレンズです。このレンズの特徴ですが、まあ、なんといっても F1.2 のボケですよね。まあ、早速いろいろ撮ってみました。まあ、作例ですがどうでしょう。やはり F1.2 は格別の世界ですよね。うちのワンコチワックスなんですけど、目に合わせるとこんなに鼻がボケちゃいます。まあ、鼻に合うと顔が分かりませんね。ボケを比較してみましょう。24105F4 50mmF4 の場合ですね。あとこちら 50mmF1.2GM の F1.2 開放ですね。こんなに違います。F1.2 ですけども F1.8 でやって比べてもこれだけの差がありますね。まあわずか 0.6 ですが随分違います。もちろん GM レンズですし新しいですからね、まあ、全てにおいて高い性能を誇ってます。まあ、技術的に見るとこの超高度非球面 XA っていうレンズですね、3枚使ってて、まあ、高い解像性能と小型軽量化を達成してるっていう話です。で、GM と G の違いって分かりにくいんですけど、この XA レンズを使ってるかどうかなのかなと思います。で、24105の G の方は、まあ、高度非球面 AA レンズってのを使ってますね。まあ、そういえば FE の 20mmF1.8G もそうでしたね。まあ、その辺の違いなんでしょう。 AF 性能の方もしっかりしてて、ソニー独自開発の XD リニアモーターってのを4機搭載してますね。まあ、大口径レンズなんですけど、まあ、高速で高精度かつ高追随ですね、かつ静寂な A 幅度を実現してるっていうことです。確かに 50mmF1.2 とは思えない速さですね。で、操作性の方も、まあ、抜かりなしということで、フォーカスホールドボタンや絞りリング、クリック切り替えスイッチなんか搭載してますね。高い操作性を実現してます。まあ、特にフォーカスホールドボタンは側面と上面2箇所に配置されてますね。で、好みの機能を割り当ててカスタマイズができます。まあ、このレンズですね、辛口の私なんですけど、欠点らしい欠点はちょっと見当たらないですね。強いて言えばやはり開放時に周辺のレモンボケが気になりますね。レモンボケっていうのは私がそう呼んでるだけですが、まあ、一般的には後継色って言います。まあ、とっても明るいレンズにはどうしても出てしまうものだっていうのは分かってるんですけど、なんとかならないですかね。 SDF とか使っても明るすぎるレンズなんでやっぱ無理なんでしょうけどね。でも頑張っていただきたいです。まあ、欠点らしいところは、まあ、無理に探してそれぐらいですかね。私はソニー純正では 55mm の F1.8 ですね、ツァイスの 55mmF1.8 を使ってて、これもソニーユーザーでしたら知らない人はいない高性能レンズですが、ボケ味や最短撮影距離でかなり差が出ますね。 F1.2 のボケと F1.8 のボケです。これ最短撮影距離が違うのでそこでも差が出てきますね。まあ、これは欲しい、とても欲しい一本ですね。この組み合わせってとてもいいのかなと思ってます。で、最後にもう一度作例を見てみてください。皆さんいかがでしょう。まあ、欲しくなってくるでしょ。はい、それでは今日はこの辺りで。ご視聴ありがとうございました。